こんばんは。2014年6月13日の金曜日、会うてたかな、13日で会うてたな、夜8時、もうすぐなろうかというところでございます。藤木五郎と申しましてですね、私何者かと申しますと何者でもないんです。せやけれども日本人というのは、いや人間というのは全体的にそうなのかな、これこれこの職業、これこれこういう人間、カテゴリーに分けんとこう納得いかへんわけですね、みんな。でもう、何ですか、もう、ブラブラ遊んでるもんですわと普段言うてるんですけどもね、ほんまにそうなんですよ。死ぬまでの間、これ、暇つぶししてるだけですから、死ぬの待ってる状態ですからね。究極のマイナス思考、藤木五郎でございます。今週はですね、もう雨、雨、雨の連続、今日一日だけ東京都は、唯一今のところ晴れとるとこういうことなんですけれどもね、明日も晴れということで、確率降水 10% ということなんですけども、はたまたどうなることやらということで、暑い。あのね、いつも思うんですけども、水が降ってくるわけやんか、こんな愚痴言うてもしょうがないけれどもね、大自然に対してこれ言うてもしょうがないけれども、本当のことやから言うで。お湯が降るんやったら熱なんのは分かるわいな。真水が冷たいのがバー落ちてくるんやろ。考えたらおかしな話やで。水というのはシャワーとか水道とか蛇口ひねって落ちてくるもんや。どこのでっかい蛇口があんねん空に。え、何にもないのに降ってくるわけや。これおかしな話やで。理科とかで大体みんな習いますけれどもね、雲がどうのこうの言うて、女ほんまなのかわからんよ。で、でっかいシャワーがどっかに上の方にあんのかもしれんしな。で、それは降ってきたら降ってきたで、冷たいはずが熱くなるって、これどういう仕組みなんでしょうかね。完全に嫌がらせじゃないですか。誰がやってんねんと、どこへ苦情言うたらええねんというところで、ございますけれどもね。ほんでね、もう この祭りって書いてんのは、これ白いバラ言うてね、銀座にあるんで、東京の銀座に、バーがあるんですよ。ある老舗の昭和の時代から続いてるね、裕次郎が来たりですね、植木仁の無責任シリーズでなんか使われたりとか、そういうバーらしい。僕3年前にね、ちょっと大人の人らに連れられて、行かせてもらったんですけれども、48都道府県の人全員が女性がおると。福島県の人呼んで、広島の人呼んで、北海道の人呼んで言うたついてくれると、こういうシステムになってあるわけですけれどもね。まあそんなことはどうでもいいんですけども、どうでもいいと言うて、今から話すであろうことも何話すんか知りませんけどもね、思いつきで喋ってるだけですから、これ自体もどうでもいいわけですよ。だから白いバラいうとこでさね、前に行ってきたと。で、これ余談でさ、うちわがたまたまそれやったから、あ、皆さん気になるやろうからこれ紹介したわけで、何のうちわかと、バーでもろてきたと。こんなことはどうでもいいで言うて、今からさあ本編に入る。おそらく、続き、梅雨の今話した梅雨の話の続きから始めるやろな。そこからどういう行くんかわからんけども、すでに梅雨の話の時点でもうどうでもいいわけですよ。で、まだね、梅雨について、いいんですけれどもね、1時間どうでもいいことです。とにかくね、暑い、蒸し暑い。ね、そうそうそう、水が降ってくる言うてね。で、暑いとはどういうことやっていうことなんですけれどもね、この季節なんですか、洗濯機あるんですよ。で、洗濯するでしょ、乾燥機ないんですよ。これどうしたらいいんでしょうかね。昔の人らはどうしてたんでしょう、昔の人らはどうしてたんでしょう。コインランドリーのない時代とか、あと日本全国、北海道から沖縄まで、あらゆる市区町村に、そして、皆様のご近所にまんべんなくコインランドリーがあるわけがないと思うんですよね。皆さんどうなさってるんでしょうね。干すでしょ、
ほら、雨降ってるでしょ？乾かないでしょ？乾かないだけやったらいいんですけれどもね。もう腐ってくるわけですよ。匂いでわかるわけ。匂いでわかるということ、どういうことかというと、細菌が繁殖していると。細菌見たことないからほんまか知らんけれどもね。こんなもん、細菌があろうがなかろうが、腐ったもん来て人に会いたくないやんか。やっぱりコインランドリーをね、こう使いたいわけですよ。で、うちの裏に幸いあるんですね。で、銭湯が2つあるんですけれども、こっち側の銭湯、こっち側の銭湯、両方とも隣にもコインランドリーがあるわけです。で、さて、じゃあ何分やるかということなんですけれどもね、ランドリーワン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 、あれずーっと見ててもね、飽きひんね。なんで飽きひんかというと、回ってるっていう、その、しかも同じ形じゃない、ずーっと変化し続けてる形、同じ形で回ってるわけじゃないっていうのもさることながら、どんどん乾いていってると、つまり進歩していってる、良くなっていってるっていうのがこう見て取れるから余計に嬉しいわけですね。で、自分の洗濯もんやし、これ人の見ててもしょうがないわけですけども、裏のコインランドリーは15分100円なんです。非常に良心的です、この値段はね、相場的に。で、1回15分だけやって、ちょっとだけ乾いた状態で室内なり室外、まあどっちも方法したらいいかなとか思ってたんですけども、この梅雨の季節というのは、それは甘いですね。甘い。やっぱりね、2枚入れて30分咲いて乾かさなあかん。ほんで、それでも全然か、あの、完全乾くわけじゃないんですよ。ものすごい高温で30分、わーやるんですけれどもね。それでも乾いてないんで、干すでしょ。室内なんか干すでしょ。ほんなら、翌日なんかもう、完全に乾いてはいるんですけれども、匂うとね、匂いはしないんですよ。匂いしないんですけど、どうかなっていう感覚がなんかあるんですよ。動物的香り、感っていうか、なんか分からんけどもね。で、張り込んでね、3枚ブワー入れたったんですよ。ほならね、ほぼ完全に乾く。襟とか、バスタオルのちょっとした部分、ほんのちょっとした部分とかは、冷たいんじゃない。全体的に暑いんですよ。で、暑くないという部分もあるんです。でも、それはもう乾いてるんですね。完全に乾いた状態で暑くない部分もあるけれども。で、ハンガーにかけといたら、もう、間違いなく、ちゃんとした匂いもするわけでもなくね、乾き、そして万々歳なわけですよ。ほんでね、家帰ってきたらね、こう、うち和式の座敷なんですよね。で、外出てる時に、なんかその換気扇つけといて、窓開けといて、網戸にしといてって、そうしたいですよ。せやけれども、そんな物騒な、僕だけ住んでるわけないですよ。ルームシェアですからね。せやからもう治安の問題もあるし、閉めると、なんか換気扇つけといてもしょうがないと。帰ってきたら、もわーっと何畳の匂いっていうんでしょうかね。畳や柱の、なんて言うんでしょう、腐りかけたというほどでもないんですけども、強い匂いが立ち込めて、ムッとしてるんですよね。で、慌ててこう窓開けて、何換気扇つけて、扇風機つけてね。で、朝までは、出かけるまではね、そうやって過ごしてるんですけれどもね。いやー、2、3日前にね、えらい踏んだり蹴ったりなことがありましてね。というのも、あるイベントごとがあって、ちょっと遠出するっていうことになったんですよ。で、会場があって、そこで、なんかこう、ビデオカメラみたいな映像に映るという、その1日のイベントなんです。それ参加すると。それ前々から決まってた。2、3週間ぐらい前から決まってたんです。で、直前に、前々日ぐらいになってですね、どういうわけか、まあ、当日は朝始発からもう夜中まで、なんですけどもね。で、スケジュールとしては、前々日ぐらいに、
その着ていく服装、衣装を全身をシャメールしてくださいというのがこうメールで届いたわけです、携帯メールにね。ああ、そうかと。で、1日洗濯せんだけで洗濯物って結構たまりますからね。で、まあまあ、洗濯ちゃんとできたあるやつを、あさって着ていくやつを一応着てね。で、全身の写真をこの部屋の中で撮ってですね、で送った。で、洗濯をたまってたらするから、写真撮るためだけに一瞬着たその黄色いシャツと白いカッターなんですけれども、それももうすぐ脱いで一緒に洗濯してしまおうと、翌日のことですからね。で、洗濯機に入れてピッピッと押して、2階にあるんですけど、洗濯機で下に降りてきたら、またもう一回メールが来て、藤木さんと、上半身のアップもいただけないでしょうかということやったんですね。いやいやいや、上半身、全身と上半身といっぺんにいっぺんにこれ言うてくれたらええな。今ほんの15秒前にピッピッてやって、もう水バーっと洗濯機の中入ってるとこやねんと。で、慌てて階段登ってですね、洗濯機開けたら案の定、その黄色いシャツ、白いカッターがうわーっと水浸しになっておりまして、うわーっと白いカッターは下の1階にまだ予備があったんで、黄色いシャツをこうもう洗剤もこう粉洗剤入れてますからね、もう絞ってぬるぬるの状態をですね、もう一回切ってですね、もう一回冷たいの切るとペタペタで張り付くんですよね、非常に冷たいわけです。その上で、普通のカッターシャツを着て、上半身アップを撮って写真に送ったと。で、ほんならね、黄色いシャツだけ慌てて脱いで洗濯機に入れたらええっていう簡単なことじゃないんです。その後に来た1階にまだ予備で置いてあった白いカッターシャツもですね、同じく水浸しにもちろんね、黄色いシャツの上から着るわけですから、なるわけですよ。で、それをも脱いで、水浸しになったんを入れると、もう倍かかるし、えらいことやなということでね、もう。で、そんなんもあってですね、で、その前に、もう一回洗濯はしたあるわけですよ。洗濯機に洗濯して、ピッピッとやって、その後に、そのメールね、アップの写真、上半身とその全身の写真をくださいと来たんで、黄色いシャツ、白いカッターを選択するのは2回目の選択になるわけですよ。1回目のを、まあ大体1回45分ぐらいかな、で、下ろして。で、たまたま洗濯物溜まってたんで、たまたま溜まって、そんな、くだらないくだらないダジャレをわざと言うような、人間じゃないですからね。これ偶然ですから。こんなん言うて喜んでると思わないでいただ、まあ、どう思っていただいてもいいんですけれどもね。だから、黄色いシャツ着て、やったから、写真撮ったからよ、また2回目の洗濯もせなあかんと。まあ、おかげで、その洗濯物は、溜まってのゼロにはなったんですけれども、さあ、そっからやと。1回目の洗濯物を、まあ、でっかい45リットルのゴミ袋に入れてですね。で、コインランドリーに、まず持っていこうと思ったわけ、裏のね。で、2回目の洗濯を洗濯機でウォンウォンやってる間に、1回目の終わった洗濯物を持って外へ出た。で、計画としてはこういうことなんですよ。人生計画立てないけども、コインランドリーのこの乾燥計画っていうのは立てるんですね、藤木五郎というのは。面白いもんで。回るもんが好きなんです。で、まずコインランドリー行って、3枚入れて、乾かそうと。で、乾かしてる間に帰ってきて、上の洗濯機45分経って洗濯物が済んだら、それを持ってゴミ袋に入れてね、で、もう一回コインランドリーに行こうと。ほんなら、事前に乾かしてた45分の乾燥機に入れてたやつは乾いて、それとも交換でね、
できるやないですか。非常に効率的やないですか。で、2ついっぺんに持っていこう思ったら、ものすごい重たいですからね、サンタクロースみたいになってしまいますからね、ゴミ袋を抱えたサンタクロースになってしまいますから。で、そうしようと思って、1回目終えた洗濯物を持って外へ出た。で、はたと気づいた。木曜日やったんです。昨日やったんですね。2、3日前やない。昨日や。昨日の話や、これは。木曜日ってどういう意味合いがあるか皆さんご存知ですか？ああ、わかるわけないわな。裏のコインランドリーが唯一休みの日なんですよ。木曜が定休日。ということはよ。笹塚商店街にある銭湯の横のコインランドリー。あるいは、幡ヶ谷方面にある中野通りのところの笹塚の銭湯の横のコインランドリーに行くしかない。商店街の方のコインランドリーは15分100円。そこもね、良心的。一方、いつも行く中野通り沿いの銭湯のコインランドリーは、6台ぐらいが10分100円。あとの2台が12分100円。まあ、12分100円はな、人気ありますからな、常に回ってますわ。で、これどうしたもんかなと思ってですね。で、こっちのいつも行く銭湯の方がどっちかというと遠いんですよ。商店街の方よりも。で、商店街の方はあろうことか、改装中で今、風呂やってないんですよ。毎日2ヶ月間ぐらい休みなんですよ。で、こっち持って行って乾かして、10分100円やけど我慢して4枚ぐらい入れて40分でな。で、その間に風呂入ってとかも考えたんですけれどもね、やっぱりその間に僕、風呂入ってから、もう着替えて上がるまで1時間半ぐらいかかりますからね。で、その間45分の倍ですから、うち住んでる頃が帰ってきて洗濯機使うかもしれんしね。で、コインランドリーもそんな、乾かして45分乾かした後ずっと置いとくのも、これ他のお客さんに失礼やないですか。せやからもう、こっちの商店街の安い100円で15分の方行ってですね、で、1回目の洗濯物3枚張り込んでですね、100円玉ほんで、帰ってきたわけですよ。45分後に、45分後ちゃうわ。行って、7、8分で帰ってきて、で、また行くの7、8分かかるわけやから、30分ぐらい家で過ごして行ったらもうちょうど上がってるっていう感情ですわ。で、上の洗濯物もその頃に上がると。その頃に洗濯物を終えて、もう一回持っていったらいいということなんですね。うん、でもう、こういう時に限って、洗濯した時に限ってですね、こういろいろ重なるんですよね。まずその、洗濯して、で、洗濯1回だけしよう思ってんのに、服着てくだ、写真送ってくださいで、服着て写真撮って、で、服着たもんやから、あさって着ていかなあかんからね、イベントごとに。で、脱いで慌てて、もう2回目の洗濯で、2回必要になった。で、まあまあええわと、裏のコインランドリー近いし思って出たら、たまたま7分の1、7日分の1の確率で、なんや、定休日やった。ね。で、向こうの、商店街のコインランドリー行って、で、まず1ターン目のコインランドリーに3枚入れて、ダブダブっと風呂そのまま入って、上がってコインランドリーをから乾いたん出してから、もう一回とか、そういうのもやったらええねんけど、あろうことか2ヶ月間改装中と。仕組まれてるとしか思えないですよね。で、もうええやと。こういう時ね、もう考えたら嫌やから、で、手間のかかる方をチョイスしてしまうというのをもう分かってますからね。もう何も考えない。もう感覚で、こっちやと。商店街の方やと。理由はない。もう、風呂、後で風呂行くから、風呂こっち通んねんけど、こっち効率的やし、知らん。
商店街の方へ言うたら商店街の方なんや言うてこう行ったわけですよ。一旦目を3枚入れた。で、帰ってきた。で、洗濯もん、洗濯してんのを終えた。で、もう一回、その2ターン目をゴミ袋に入れて、風呂もやってないのに、コインランドリーに向かって商店街の方へ長々と歩いて行った、7、80分かけてね。で、1回目の洗濯はもうちょうどピーッと終えたとこやったん、45分経った直後やったんですね。で、こう、ほかほかの出来上がった、乾燥した洗濯物を、着替えをね、ゴミ袋に入れ直して、そのままそのコインランドリーを使って2ターン目の洗濯物を入れるんですけれどもね、2ターン目を入れようとするとですね、後ろで洗濯機でね、4.5リットルが2枚かな、で、大きい方が3枚かな、洗濯機で水で洗濯、お湯が出るんですよ。で、洗濯してる40代、50代ぐらいの女性の方がおるわけですよ。で、それじーっと洗濯して、デジタル見たら8って書いてあるね。あと8分で多分洗濯出来上がるんだろうな。で、こっち乾燥機見たら、そこ乾燥機少ないんですよ。そこだけ少ない。4台ぐらいしかないんですよ。で、これの梅雨の時期でしょ。3台とももう回ってるんですよ。で、僕も1台、持ってますからね。これ僕のもんですから。今のところね。自分の洗濯も入ってるから。で、出して、で、誰も入れる人いませんからね。で、そのまま2ターン目の洗濯物をこう始まるんやけども、入れる時にやっぱりね、団子のまま入れたら乾きづらいから、タオルとか服とか長袖とかはもうちゃんと袖反対側になったりしてんの、ぐぐぐぐっと引っ張って直してね、洗濯物は水で洗濯してぐーって、何回した後、ギュ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 ッとタオルなんかになってる、それパン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 とやって、こうひらひらにした、でパーンと入れて、一枚一枚入れていってる時に、後ろから視線感じるんですよね。その女性がですね、じーっとこっち見とるわけや。デジタルが8から7になったわけですよ。これね、もうそんなんしょうがないやんか。タイミングのもんやからね、これ。で、他のんは、乾燥機は15とか30とか意外と長い、待たんとあかんのですよ。で、多分その女性、今考えたらね、僕のその洗濯物がピーッと上がるの待ってたんでしょうね。そう、乾燥機もデジタルで出ますから、3分、2分、1分。で、CD、コールド、ね、火出てあかんから言って、ちょっと冷ますサービスもあるわけですよね。それ待って、で、このあと7分終えたら、入れようとしてあったでしょうね。その間誰も来るなよ、誰も来るなよと、乾燥機使うなよと思ってたんでしょうね。それで僕が来たと。で、うまいことこう、乾燥仕上がった分をゴミ箱に入れていってる、ちょうどええわと、その方思ったはったと思うんですよ。もう、ああ、これで一安心やと。自分の洗濯物を乾燥機に入れられる。乾燥機入れんとね、家で干したら、そんなもん、この梅雨のジメジメした時期、3日経っても乾きませんからね。それどころか、雑巾、小学校に置いてある、給食の時に、牛乳嫌いな人がこぼした、そう、牛乳を拭いて、洗ってない、その雑巾の匂いみたいな、充満しますからね、細菌だらけになったら。そうは嫌やから、お金使うてでもですね、水に切ってでも皆乾かそうとこうするわけですよ。で、その方も期待されてたんでしょうけれども、取った後が問題ですわな。もう一袋透明なサンタクロースが僕が来てですね、入れ始めたとあろうことが、これはね、やっぱりね、女性ね、びっくりしたと思うんですよね。びっくりしたと同時に、ものすごいね、気持ちが萎えたと思うんですよね。今風に言うと、折れたとか、そういう言い方するんですよね。心が折れたとか、あんまりね、そういう言い方、僕、馴染みがない。今、生まれて初めて使ったんですけども、使ってみたんですけどもね。
これ3、4年前とかそんなもんちゃいますか？心が折れたっていう表現。誰が使い始めたんでしょうかね。僕自体これこんな言葉なかった。挫折するとか、落ち込むとか、もう投げ出すとか、そういう言い方でしたけどもね。この心が折れたって簡単な表現だと、簡単に使ってしまうでしょ。心が折れた、心が折れた。何でも心が折れた言うたら、ちょっと、ああって思っただけで心が折れたって、そういう意味合いなんか、それとも絶望の淵に立たされた、まあ、どうでもいいんですけれどもね。そんなこんなでですね、ものすごい恨めしそうに僕をこう見てはるんですよね。そんなん、せやから言って、どうぞ言うたところで、あと7分あるわけでしょ。その間に誰が来ますよ。それとも他の洗濯機作動してなかったけど、誰か来てガチャッと開けたらもう洗濯も終わってて、それを乾燥機に放り込むかもしれへんやんか。な？そうそう。だから申し訳ないわけでもないんですよ、こんなもんは。しょうがないことなんですよ。ね？もう、入れましたよ、僕は。気持ちのためらいもなく入れましたよ。で、ちゃんとね、もう一回3枚入れたった。600円つこだったんですよ、これ。コインランドリーごときにね。で、これも言うたらあれかな。これも近くのコインランドリーなんですけどもね、民家の間にコインランドリーがあって、その裏側も道があって、そっち側も民家なんですよ。で、コインランドリーの真裏の民家が、もう4階建てみたいな、近代的な、なんか四角い建物、ビルでもない、家でもないみたいな、何この建物、建物探訪でも、渡辺淳も訪れたことがないような、なんか、すりガラスでできてるような、よくわかんない。これはね、きっとね、やっぱりね、コインランドリーってね、時期的なもんもある、今が一番稼ぎ時やと思うんですけれどもね、やっぱりね、御殿が立つんちゃうかというふうに思うわけですよ。僕はそこ、通るたびに、近くやから毎日通るんですけどもね、コインランドリー御殿と呼んでる。で、入り口もなんかこう、奇怪でですね、とにかく四角くてグリーンでね、中が透けて見えそうな感じで見えない、ガラスでできてるんですよね。壁、という感じじゃない。あんまり言うたらあれやからね、どういうことやろうな、お前。僕もね、大阪おるときに演劇をさせられ、いやいやし、してね、言葉のあやでございます。で、東京公演、大阪公演ってさせられ、いやいやしてね、で、言葉のあやでございます。で、東京公演行ったら、ウィークリーマンションに、で、しばらくこう何日も過ごしてね、もう十何年前ですよ。で、洗濯してね、コインランドリーで終わったら、銭湯のコインランドリー使うって、それが初めてのコインランドリー使った時やったんだけどね、コインランドリーそれ使いながらね、僕演劇っていうのはもうしんどくて辛くて苦しくて何が楽しいねんっていうふうに思ってますから、僕は人前出たら何でも楽しいと思う人間ちゃいますからね、喋ってる時だけですからね。で、その時ね、絶望の、また明日も何や、舞台上で見せ物にならなあかんのか、切り売りせなあかんのか、でお金がもらえるわけでもないんですよね。で、なんやかんや思いながら、ぐっちゃぐちゃに思う。もう大学4年時かな、その頃ぐらいからやからね、4年か、卒業したかぐらいの時ですよ。コインランドリーこう眺めながら、これコインランドリー言うたら儲かんのちゃうか、これ機材置いといたらええだけやからな、土地買うて、機械を買うて、それはもう高いやろうけども、置いといたらいくらでも小銭をどんどん嫌でも入れよるわけやから、もうそれだけで暮らしていけんちゃうか、コインランドリーでこう生計を立てればなというふうに思ったことも時期もありましたよ。で、何年かそれ思いましたけれどもね、今考えたら、まあ、そんな経営とか機械的なこととか書類のやり取りとか全然できないんで、そういうのに一切タッチ、商売的なことにはタッチしませんでしたけれどもね。せやけど、もしコインランドリーで生計が立てられたとしても、
おそらくつまんなくって、苦しくって、学生やら大人になりたてやらの状態の気持ちっていうんでしょうかね、人間性、そこからどん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 殻を破って、なんか堂々としてられる、なんかこう悠々とくらなんかこう遊ぶように生きるみたいなことは人間性的にも行動的にもできなかったでしょうから、よかったなと、コインランドリーの道に進む機会が一切なくてね、書類やら経営やらの頭じゃなくてよかったなというふうに思いますよね。でも、コインランドリー、2ターン目、女性の方の視線気になりながらもこう入れてね、1ターン目のほかほかのをもう持って帰って、で、ゴミ袋もちょうど切れたんですよ。ちょうど切れたの、その日の夕方、今言う話の夜の話で、ね、夕方に切れたの。なんでや言うたら、どっかへカバン持って行ったりとか、毎日雨降ってますから、濡れるから、びしょびしょになるからね。だから、カバンごともゴミ袋入れていくんですよ。で、長靴を履いていくんで、どっか室内に入った時は普通の靴を履くんで、普通の靴をゴミ袋にそれも入れて、カバンに入れて、それを全体ゴミ袋にまた入れると。で、ゴミ袋いっぱい使うんですよね。せやから、もうゴミ袋もちょうど昨日の時点でなくなって、さあ夜7時なりになって、もう最後の1枚のゴミ袋を使って1旦目行って、で、商店街の薬局で高いの390なんぼでよ、45リットルの、50枚ぐらい入ってんのかな、ぼったくりやね、あんなもん。1枚10円近くするんですよ。で、なんでそこで買うたかというと、もっと安いところがあるんですよ。あるんやけれども、サンディって言ってね、段ボール斜めに切って、ペットボトルのお茶なりなんなり置いてるような、そういうとこですよ。だから安い、そこで買うたら半額の190円ぐらいでゴミ袋買えるんやけれども、あろうことか7時か7時半頃までなんですよ。行ったらちょうどもう閉まってるぐらいの時間帯なんですよね。だからもう商店街で買うしかないと。もうね、ありとあらゆる点でですね、そうやってこう、何、引っ掛けというんですか、もうわざととしか思えないですよ。今数えただけでも、写メール撮るため、びしょびしょの服を着せられる事件でしょ。で、そのせいで、2時間に、2回にわたって洗濯する事件。で、あろうことか、コインランドリーが木曜日休みやから遠く行かなあかん事件。で、遠く行くのはいいけど、そこ行ってついでに風呂入ってええねんけど、改装中事件。で、それに加えて、ゴミ袋がなくなる事件。なくなったらサンディに買いに行ったらええけど、ちょうどサンディが閉店の時間事件。6つあるんですよ。私はこれで会社を辞めましたじゃないですからね。6つ目ですからね、これ。禁煙パイプのコマーシャルやってんちゃいますから。で、2つ目の洗濯物入れてですね、1個目ほかほか持って帰ってきて、そのまま反対側中野通りの風呂行ってもいいんですよ。せやけれども、もうその時点で、コインランドリー2ターン目入れてから8分、9分ぐらい経ってるやろ。だからもう40分を切ってるわけですわ。そっから風呂行って、脱衣所で、体すっぱだかになって、さあ風呂入ろうという時点で15分ぐらいかかってるでしょう。ということは、残り、風呂入り、お湯に浸かり始めて25分後には、向こうの方のその2ターン目の洗濯物っていうのは終えるわけですよ。ほんで、風呂から家に帰ってくる、家に経由せずにそのままこっちの改装中の風呂屋のコインランドリー行ってもいいんですけど、それはもう1時間10分後ぐらいなわけですよ。ということはよ、50分ぐらい乾いたまんま放置すると。これね、夏とか冬とか誰も使わへん時間帯やったらいいやろうけれども、ただでさえこの梅雨の時期で、一回洗濯しただけで、
後ろ目でこう流し目でじーっと睨まれるような、このコインランドリーの殺伐とした、なんぼ金払ってでも俺のもんやっていう、この世の中でよ、そんな50分以上も放置するわけにはいかんがな。せやからもうじーっと家で待ちましたよ。家で、何を待ったか、2ターン目の洗濯物を終えるのを待って、30分ぐらい待って、さあ出かけようっていうことですよ。で、待ってる間によ、ちょうどその日の午後8時、昨日の午後8時ですわな、フジテレビ系列でね、奇跡体験アンビリバボーっていうビートたけしがナレーションしている番組があるんですよ。で、再現ドラマでこう、なんかこう、事件が起きて、所さん、今はもう所さんとか、関根さんとか、清水圭さんはもう出てはらへんね。なんかこう、新しいバナナマンの人が、もう、そう入れ替えてな、番組というのもあれ、残酷なもんやな、キャスト替えというのも。で、なんかこう、ああだこうだ言う番組。で、それね、知り合いの人らが、知り合いの、そういうの出る、芸能人目指してる人らがですね、僕は目指してませんよ。遊びで感覚でやってる。けしからん人間ですわ。不謹慎の塊なんですよ。他の人らが、総出演している回やったんですよ、昨日はね。で、再現ドラマ、知り合いばっかりでドラマ成り立ってるっていう回、珍しい回やったんで、見ようと。せやけれども、もうそのビデオに録画セットするのもややこしいから、リアルタイムで見たらええわと思ってた。でね、すっかり忘れてたんですよ。家帰ってくるまで覚えてたんやけれども、写メールしてくださいと。で、黄色い服着てくださいと。で、もう、洗濯機入れたとこのびっしょびしょの粉洗剤ついたぬめぬめの黄色い服をですね、着て、カッター着て、写真を撮ってる、そのペタペタして冷たいな、冷たいな言うてる時点でもう、そっちのインパクトが強すぎて、アンビリバボ忘れてるんですよ。知り合いばっかり全員出てるよっていうのが。ほんで、結局ね、気づいた、ああって気づいたんが、2ターン目の洗濯物を取りに行って戻ってきた。もう、何ですか、10時半頃ですわ。ああっと気づいたわけです。遅いわけです。もう、奇跡体験アンビリバボーは、夜8時に始まって、8時50分頃には終わるんですよ。もう、本当にね、金銀杯も次、8個目やね。いや、7個目か。計算もできるようになってもたな。7個目のなんや、この仕掛けというんですか、嫌がらせという、これはもうしんどいですね。で、その上ですよ、帰ってきて、もうシワンナの家やからね、ハンガーで、こうまんべんなくこうかけてですね、で、お風呂行くんですけれども、10時半でしょ。で、お風呂ついて、もう服脱いだら夜11時なんですよ。であろうことか、今週ね、ろくに寝てない日々が続いてましてですね、こんな日が珍しいんですけれども、月曜日が週1回ある、この、みんなで、もうみんな言うても数える3、4人なんで、集まってお菓子食べて、会館でね、荻窪の会館で集まってお菓子食べて、ああだこうだ言うて、おしゃべりして、別にイベントなんでもない、3、4人で集まって、2時間ぐらいゆっくり過ごすというのを夜やってるんですけどもね。で、それ月曜日で、火曜日がこうしゃべるなんかこう用事があるわけですよ。で、水曜日が EGPP 言うてですね、荻窪のバー、荻窪町、大久保や、大久保のバー水族館いうね、大久保水族館いうところで月1回のイベントがある。そういうイベント、歌手の人らが出たり、ポエム読む人が、ポエムを読んだりね。僕は何者でもないんで、ただ、10分15分バーッと喋るだけなんですよ。こう、スピリチュアルテレビでは、もう、載せられないようなことを、ネットではね、載せられないようなことを喋ってるんです。だから、ビデオには撮ってんだけど、最近も YouTube にも載せへんようになって、もうこれを載せたら、大問題になるな、とか思いながらね。で、それが水曜日にあった。で、それもね、夜7時頃から始まってですね、みんな、ようけ出てるんで、で、11時とかそこまでかかる。で、大久保から、大久保駅から、新宿まで1時で、電車のもう尺ですからね、一駅ですから、
そっからは、新宿からは笹塚まで電車乗りますけれどもね、せやから時間かかるんですよ。大雨の中ね、ダザ降りになりながら。でも帰ってきたらもう、12時過ぎですわ。そっから風呂入って、なんやかんやして、もう、布団に入ったら2時、2時過ぎて、もう風呂入ってすぐ寝れるわけないやんか。ということで、翌日もちょっと早かった、喋る用事があったんですよ。ほんで、喋ってばっかりやな。今も喋ってるしな。なんやねん、これ。どういう生き物なん、藤木五郎っていうのは。人なん、これ。なんか、他の動物ちゃうんか。自分でも分からへんけれどもね。何でもいいんですけれども。で、そんなこんなで寝てないと。で、木曜日も、木曜日昨日ですわ。水曜日の次の日ですよ。で、木曜日、昨日は唯一眠れる日やった。眠れる日のはず。さあ、木曜日来たと。一回洗濯して、コインランドリー裏にの定期日は忘れてますからね。で、コインランドリー入れて、その間風呂行って、で、コインランドリーからほかほかの取って、さあもう10時には布団に入って寝るぞという気やったんですよね。でも、そんなこんなでわーっとなってよ。で、銭湯行ったらもう11時です。行った時点で11時だからな。で、帰ってきた12時半ですよ。ですぐ寝れるわけないやんか。で、なんとか1時に布団に入ってて、2時頃寝ましたかね。で、唯一、なぜなら、今日もちょっと喋る用事があって、明日は明日、そのイベントが、ことがあるわけですよ。それも、始発で行かない、始発で行って夜中のあたりまでかかる、もう丸一日かかる、始発で行くんや、朝4時に明日起きなあかんねん。で、昨日の夜が唯一眠れる時が一番眠られへんかったというね。これだから、7つあったら8個目や、8個あるか？こんなこと。夕方から夜までのその何時間の間で、8個もの嫌がらせの大自然物理、3次元のこの縦横斜めの世界、そして軸時間の入り混じった8個もの嫌がらせの目に遭うなんていうことが、普段ありますか？この何時間の間だよ。何ヶ月とかじゃないよ。びっくりしたね。で、東京来て僕7年経つんですよ。人に誘われてね、訳あり物件あるから言うて。で、引っ越さへんか言うて誘われたんですよ。特に何も夢も希望も持ってない。引っ越し経験したことないから、まあ、それやったら、引っ越してどんなんかな思ってね、引っ越しを経験しよう思って、行くのはどこでもよかった。たまたま東京やったんですけどもね。で、こっち来て、ひょんなことから来て7年経つ。で、こう物理的にはね、特に3次元の世界観的に、時間的にもね、スケジュール的にも、ポン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 とこの7年間、うまいこと言ってきたわけですよ。何の努力もせんでも、勝手になんかこう、うまいことカチ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 とスケジュールがうまいこと収まって、やりたいことできて、仲間がどんどん増えてっていう、至れり尽くせにお金も困ったことないしね。で、お金といえばね、ちょっとお金のことでね、この間初めてね、あったんですよ。大変なことが。それはまた来週が、まあ、再来週が話しますわ。それいいんです。で、もう物理の面ではもう、至れり尽くせりやったので、昨日のこの8個の、で、今日またそれで一日中眠たいでしょ。もうね、大変ですわ。本当にね、一つの、歯車の取り違いがとんでもない。どん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 もう全部崩れていくのね。で、明日もおそらく眠たい状態、ものすごい状態で、4時に起きて始発で笹塚駅を出ることでしょうね。で、一日もわけわからん状態の、お店の状態で、突然死するんちゃうかと。ああいうふうに、まあまあ、それはそれで幸せは思いますけれどもね、突然ことっていけたらいいなというふうに思いますけれどもですね、こんなことも、生きてたらあんねんなというふうにね、こう思った次第でございます。暑っ。もうじめじめやしね、これ畳の匂いもすごいしね、もわーっとして、これ何がしたいのんと。梅雨ってどういう概念なん？水が降る。水が上がる。ね。
上がって振って、上がって振って、で、飲んでおしっこなって、またまた上がって、で、振って、循環、大自然。で、それが激しくなるのかな、この時期っていうのは。どういう理由かなんか知りませんけれども、それだけやったらわかんねんで。せやけども、空気にもなり得るっていう。固体は液体になって気体になる。これほんまかな？僕嘘やと思ってるんですよ。固体が液体なんだわかる。液体が固体になるのもわかる。肉がね、見れるから。せやけども、例えば焼きそばを焼くと。うちね、おばあちゃんがね、小学校の時はね、鉄板を机に置いて、鉄板の上でジューッと焼きそば焼いてくれたり、お好み焼き焼いてくれたりしたんですよ。まあ、たこ焼きも含めてね。で、水をたらっと落としてみると、ジューッて煙になって、なくなっていく、水がなくなっていくんですよ。せやけれども、その煙が上がるのと、水がなくなっているのは分かるけども、その水が気体になっていっているのは見えないんですよ。だから僕信じない。なんでなら気体っていうのは見えないから、気体ってのは存在しないと思う。じゃあ空気吸うなっていうのか？じゃあその気体となってるから空気吸うてるとは限らんやないか。これ、空気というのはほんまにあんのかどうか分からない。真空状態を経験したこともないから、空気ないっていうのは存在しないと思いますね。宇宙に行っても、宇宙服脱いでもね、息できると僕は思ってますよ。ぺしゃんこになる言うてるけどもね、そんなもん俗説がね、科学者が言うてるだけではね、あんた見たんかと。ね、テレビやら新聞やら周りの人言うてんの聞いてるだけやろということですよ。人の言うことポン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 聞いてて、それで、全部信じんのか。人の言うように、これし、あれせ、言って、それで、何でもすんのか。じゃあ、赤髪が来たら、はい、言うて、兵隊に行くのか。息子に赤髪来たら、息子、死んでこい、言うて、送るのか。その程度の、人に、何でも従う、周りの、テレビや新聞やの言うてることが、ほんまにほんまやと思うのかと。世間のね、皆さん方にね、問いたいね。何の話してんのやったっけ？そうそう。雨の話してんのよね、そういうことですよ、要は。だから、じめっとした雰囲気は感じるんです。せやけども、これがほんまに水蒸気として、水分が今、理科の実験で習ったみたいに、O があって、O が O が2つあって、その間 H が握手して、で、握手の手が、なんや、マイナスのぐるんぐる回ってる、本来回ってるマイナスのちっちゃい粒が、カチッとこっちはまって、で、それが一つの水蒸気か、ぐーっと浮かんでて、それが無数にある、そんなもんね。玉が無数にあるってのは信じられるか、玉だらけでアップアップで、そんなもんね、それこそ息できませんわ。宇宙遊泳言うてね、奈良のあやめ池遊園地言うて、今はそんな遊園地ないですけれどもね、奈良にあったんですよ。あやめ池遊園地にイベント会場があってね、室内なんですけれども、ボールがものすごいわーっと埋まってるプールみたいなところに、で、宇宙遊泳って書いてあるんですよ。ちっちゃい頃僕はすごいわーっと飛び込んで、ボールの山の中入って潜ってね、わーっと、なんかそれだけで楽しかったですよ。親は後ろで見てるだけなんですけどもね、知らん子らとこう、玉のぶつけ合いしたりして、わーっと潜っていったら、すごい息苦しいですよ。玉があったら息苦しいですよ。何、水蒸気の玉だらけなんかと。今ね、これはね、信じがたい。理科の、授業とか、理科の先生とか、科学者とか、ちょっと無理やりすぎやで、もうちょっと、理路整然とした説を唱えなさい。僕には通じませんからね、そんなことはね。アップアップしてしまいます。それこそ息できなくなってしまいますよね。このもわーっとした何かと、心霊現象ちゃうかと。わからんけれどもね、6月頃には霊がいっぱいあって、せやけども霊見たことないですからね、それもね、どうかなと思うんですよ。見たことないもんは信じませんからね。見たことあるもんも信じたくないことっていうのは世の中にたくさんありますけれどもね。そんなこんなでね、せやけれども、この蒸し暑いのはどうにかならんかな。バリ島に行ったんですよ。もう十何年前の話ですけれどもね。それこそ、演劇のその女優さんのお姉さんがバリの HIS に勤めてる言うたって。バリ島は一回、一晩、
500円で泊まれるんだよっていうこと聞いたんでね、行く行くを言うてね、一人で行ったんですよ。それが初めての海外旅行でね、行きと帰りの3週間後のね、飛行機の往復だけ買うてね、で行ったら、もう空気は悪いわ、街歩いてるやつらはもう、なんや、金取るご、踏んだことしか考えてないわ、もうこれ以上言ったら国際問題になるからな、スピリチュアルテレビの看板に、日々行かせることになってるから、もうどん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 、藤木五郎がおるだけでも日々行っても割れてるかもしれんけれどもな、まあそれはいいんです。で、ウブというとこ行ったわけですが、バリ島のね、バリ島がこう丸であるとしたら真ん中のあたりですよ、密林地帯みたいな感じですわな。まあ、バリ降りて、デンパサール空港いうとこ降りたら、まあ、普通はまずウブという、大都市なんですよ、そこ行くわ。大体の人は行きます。で、そこでね、洗濯してね、ものすごい暑いんよ。雨もそんなに降らへんねんけども、びっくりしたね。洗濯物を2日経っても乾かんねん。3日目でなんとかかろうじて乾いたかなと、これどういうことなんやろと、その頃にはまだ湿度っていう概念は社会で出てないんでね、わからなかった。大学の頃でもわからない、もうバカですからね。で、そっからなんかこう海外、バリ島で湿気っていうものを学んだっていう感じですね。で、その後、3週間目は、ロビナビーチっていう橋の方の海辺行ったんですけどもね、そこは涼しくて、海やから水だらけやんか。浜辺の向こうはもう全部水の塊や。わーっと。にもかかわらず、洗濯物干したらその日の間に乾くね。これどういうことやと。近くへ水だらけやんかと。何？乾いた、干したら、それが海の水にすぐなんの。だからあんなに溜まってんのって思うぐらい。森のそのウブドに関しては、一切溜まらない。溜まらないじゃない。乾かないのよ。そこでこそ暑いねんから乾いてくれと。確かにね、ロビナビーチ行ったらね、そんなに暑かったけど、ジメジメはしてなかったんですよね。これね、藤木五郎も納得いくような説明の仕方でですね、解明していただきたいなと。今の理科の科学の俗説じゃなくね、いうふうに思いますけれどもね。とにかくジメジメして暑くて気持ち悪い。もう、あかん。銭湯もはよ行ってね、風呂ダブダブっと使って、でもはよ寝てね、明日始発でね、朝4時にね、ちょっとイベント行ってきます。そのイベントが内容に関しては今は言えない。何ヶ月後かにね、それがなんかこう、バーンと大々的に映像になると。で、皆様のお目に触れるということになることがあればですね、その頃にちょっと話してみようということでございます。チャット読んでみようかな。ねえ、こんだけ踏んだり蹴ったりの状況って重なるんですね。踏んだり蹴ったり言うても、ほんの3、4時間だけのことやし、一言で言うと、2回洗濯しに行ったと、それだけのことですよ。本来1時間で終わる予定が3時間か3時間半ぐらいかかった。つまり2時間か2時間半ぐらいかかったので、その分寝てないと。2時間ぐらい寝る時間を失った、それだけのことですよ。たわいもない、俗的にはよくあることなんかもしれんけど、僕としてはですね、ポンポンポンと今まで7年間うまくいきすぎてたので、こんなことでもね、大事件なんですよね。カナリアさん、ユッキーさん、N さん、マキさんね、今日は普段、お名前拝見しない方に見ていただいて、ありがとうございます。ニャンパレリンさん、わははということでね、N さん、ゴロさんの好きなお菓子は何ですかっていうことでね、何っていうお菓子があるんでしょうかね、何ですかっていうことやと思うんですけれどもね、好きなお菓子はね、ケーキ類、洋菓子、カステラも含めてね、で、和菓子、まんじゅう、あんこも、大豆も含めてね、ですね。スナックも美味しいんですよ。一時的にはね。でも一袋食べたいんですよ。で、たまらない。食べたらもう、なんや、後味悪い。
歯磨いても後味悪い。あれ何やねんね。翌日もなんか後味悪いの。だから、ケーキ、そうそう。ケーキと、だから洋菓子、和菓子が好きですね。全般的に。で、見るのも好きなんですよ。あれ、ケーキも、まんじゅうも、見てるだけで芸術じゃないですか。で、吐かない、すぐ腐ってまう、食べないといけない、消え物である。だからね、余計ね、価値を感じますね。これ、この間ね、送ってくれてね、これ誰が送ってくれたか言うと、藤木小夜子さんっていう方が送ってくれたんですよ。藤木小夜子さん、僕とね、名字が一緒のね、藤木さんなんですけどもね、私のお母様でございます。ね。母上が、ラスクを送ってくれた。まあ今スナックはあちゃ後味悪い言うたとこやねんけれどもね。まあね、時々食べる分にはこういうのもね、なんか上品でいいね。ガトーラスク、グーテデロワということで。これ普通の砂糖のラスク。で、これが、ちょっと違う。チーズ的な、そしてなんかこう、居酒屋の中入ったりした時にタバコの匂いと混じりながら変な、なんか、なんや、おかしな匂いするで、あれを味にしたみたいな味がしますわ。ワインと一緒に食べてくださいやって。僕アルコール、あかんねんけどもね。アルコール飲んだらもう息できなくなりますから。酔ったことないんですよ。いつも酔ってるみたいとか言われますけどもね。ヒロポン売ってるみたいとか言われ、売ったことないですからね。言うときますけれども。ここで売ったことないと言えば言うほど怪しまれるから、あまり言わへんけれども。で、ガトーサブレ、グーテデ・プリンセスということでね、こういうサブレもあるということでね、親がね、段ボールでね、こういうの4つぐらい、送ってくれたんよ。で、1個、1箱は上のお姉ちゃんにあげて、で、残りはね、1個ずつ食べてですね、街でこう普段ね、お世話になっている人らにちょっとずつ、こう3点セットでね、お一人お一人にこう配って歩いたりして、そういうの喜ばれるでしょ？ね。一緒に食事するときとか、これどうぞ言って。で、喜んでもらってね。ええー、ね、そういうの。で、何がいいかというと、親がね、何の手紙とかもなく入れずに、ただこのお菓子だけを送ってくれたわけです。粋ですね。こういうの大好きです。僕、このセンス大好き。親族、藤木の親族ってやるなぁと。僕の少なくとも一親等の人は、まあ母親ですけれどもね、これ分かってるなっていう感覚をね、僕は持って非常に嬉しいですね。言葉っていうのは非常に、使えば使うほど薄っぺらい。言葉っていうのは薄っぺらいもんなんです。ただ、業務的に、物理的に必要であれば、ぐわーっと言葉をのやり取りで、重ねて重ねてしないといけない。でも、雰囲気とかね、ただ、存在に関してとか、業務的なことでなければ、言葉を数っていうのは少なければ少ないほどいい人間関係というのは、僕はそう思ってるんですけどもね。で、そんな感じなんですけどもね。で、手紙もそうなんですよ。手紙があるとないとっていう、分けるとありますよね。あるっていうのは、長かったり達筆やったりするのとそうでないのとって分けることできますけども、まずあるとないとで天と地との差があるわけですよ。こう手紙ね、あったら、あったかくていいわけですよ。せやけども、全くなくって、お菓子だけ入れて送ってくる、何のメッセージ性もないっていうのは、これはね、粋ですよ。だから、要はね、もうとにかく理由も言わずに、グッズを買うわけでもなく、大衆演劇見たおばちゃんら軍団がですね、とにもう何にも言わず、こっちおいでこっちおいで言って、出てる、夢芝居を歌って踊ってるその舞台役者読んでですね、1万円札でできたペンダントかけて、ええよーって、もうそれだけの、こういうね、気前の良さっていうんでしょうかね。それこそ本当のファンでありですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、別に親やからそういうことじゃないんでしょうけれどもですね、
分かってるなって思いますね。ちょっと嬉しい気持ちになりました。じゃあ1個ね、記念に、食べてみましょうかね。では普段ね、僕がお酒飲めないんで、水でね、このワインと一緒に食べるラスクをですね、食べてみようかしらと思います。ちょっとだから違うでしょ。濃い色してるでしょ。うん。この味、この匂い。この味のこの匂いは、アルコール好きじゃない人間が、居酒屋、宴会があるから言って、居酒屋に行って、まあまあ、ええわと。みんなの飲み代も、酒代、アルコール代も払うけれども、まあいいわと。そこはもう100歩譲ってと。せこくないですからね。せこくなかったらこんなこと言わへんか。で、居酒屋入って、もっと酒やタバコや魚やの、いろんなこの匂いの入り混じった、この、それを味にしたみたいな感じですね。たくさんこれアルコールに合うんやろうなと思いますけども。うん。まあ僕としては砂糖の味のしたラスクの方が分かりやすくていいんですけども、味、食べ物といえば、最近やっとね、レンコン、タケノコ、ふき、そういったものの美味しさっていうのがようやく分かってきましたね。やっぱりレンコンの、何、煮ても、焼いても何でもいいんですよ。シャキシャキ感というか。で、たけのこご飯、こんなもん何がうまいねんと子供の時思ったりしてたけれども、なんかね、素朴で、自然っていう感じがして、得した気分になるんですよね。加工したものよりも、自然のものを煮たり焼いたりしてるけれどもね、素材をそのまま生かしたっていうのの良さっていうのが、ようやく30何年生きてきて分かってきました、最近ね。で、人工的なものの分かりやすい美味しさっていうのはあるわけですけども、それはもう散々経験したっていうのもあるんですよね。新たな境地となったら、今までにないもの、今までにあったけれども振り向かうことのなかったものということで、レンコンやね、タケノコにね、今注目してます。よう分からへんけど、深みのある味ではあるわ。とにかく手の込んだ手を尽くさないと出ないであろう、まあ人工的な味ですわね。居酒屋の匂いの味。藤木小夜子さん、ありがとうございます。ごちそうさまでございます。ちゃっとんで風呂行って、ちゃっちゃと寝ます。カナリアさん、今日こそ凝縮した睡眠が得られます。ありがとうございます。時間としては今日も相当短いですけどもね、4時間ぐらいになるのかな。もう死ぬんちゃうかと。みんなが、例えばね、世間の人らが激務やったりとかするでしょ？普通、その、サラリーマンの人とか、で、あんまり寝てないとか、知るかと。そんなことはどうでもいいんです。人と比べるつもり僕ないですからね。僕は8時間ぐらい毎日毎日寝てたいわけですよ。せやけれども、イベントごとでこう喋ったりですね、僕がそれ関わって、
関わる、いろいろ関わり続けるわけやからね、面白いから言うて。僕が撒いてる種なんですけどもね。だから、藤五郎勝手な人間なんでね、僕だけ30時間とか40時間ぐらい時間、1日の時間があったらいいのになっていうふうにね、いつも思ってます。他の人24時間のまんまでよ。全員が40時間あったら、40時間あるという大前提での日本国、政治、そして、経済社会になってしまいますから、結局しんどいということになってしまいますからね。僕だけでね、あと全員24時間のまんまや。もう本当にね、わがままの自己中心的な僕は人間でございます。シュンさん、砂漠に行くと気体の中に水分があるのを確かめられる。へえ。砂漠の国の人たちが水を得る方法で、砂に1メートルぐらいの深い浅い穴を掘って、ビニールを張って、夜の気温差で、空気中から水を取り出す。へえ、そんなことがあるんです。僕ようちっちゃい頃ジュースいっぱい飲んでたんですけどもね、 UCC の缶コーヒーが大好きでね、上に豆の絵が乗ってる、上が茶色くて下が白で、もう一つ下が赤いデザインのね、缶ですけれども、懐かしいですけども、それ冷蔵庫入れて、外へ出しとくと水滴がどんどんつくじゃないですか。今考えたら、その水滴っていうのは、その冷たさによって空気中の水蒸、あの空気がヒヤッと冷やされて、気体が水に戻っちゃったという説でしょ？それがもう大半ですわな。十中八九というか、ほぼ100%みんなそう思ってるでしょ？僕は、ね、それ知ったんはね、もう学生の頃ですわ。それまではよ。中のジュースなり水分が出てるんやと思ってたんですよ。だから何で知ったか忘れましたけども、知った時は衝撃でしたね。中の水分出てへんねやって思いましたけどもね。はい、ということで、チャットが盛り上がっておりませんのでですね、今日のところはひとまずこれで、お開きということで、終えたいと思います。どうもありがとうございました。また来週。 さようなら。